ははいどうもこんにちは今回はねちょっと変わったレンズをレビューしたいなと思いますけどもねまずはこちらですねズマロン半というものですね、えー、35mm の F3.5 というレンズなんですがこれのメガネ付きを購入しましまた <laughs> メガネ付きめちゃくちゃかっこよくないですかこのメガネあるとなしとでもう見た目全然変わってきますからね いやなかなかこれはねつけてみるといいものを購入したなと思いますね私ねメガネ付きのレンズは昔から大好きで何本か持っておりますけどもね常時メガネを使うという意味においてはこの 35mm ですよね 35mm のメガネ付きレンズ他にもズミクロンとか、えー、ズミロックスとかありますけどももうズミロックスなんか高すぎて買えない。 このズマロン3半はメガネ付きレンズの中で一番安いものなんでメガネがつくのかっていうことなんですけども昔、えー、初代の M ですね m 3 m 三は 35mm のブライトフレーム対応してないんですねそれによこのメガネによって、えー、それに対応してるというわけですでメガネのタイプいいことがあって このメガネなしタイプは最短撮影距離が1メートルなんですけどもこのメガネによって最短撮影距離が0 7メートル7 0ンチになるんですねまあ残念ながら私が買ったこれはですねフィートフィート表記なのでちょっと目測ピントはしにくいんですけどもねメートル圏に住んでる人間としてはね はいえー、開放 F 値が3.5ということでねなかなか暗めのレンズではあるんですけどもね 35mm レンズだったらスナップとかに使うんだったらねまあそれでも十分という感じでねそれよりもかっこよさなんですよかっこよさが重要だなというファインダー覗いた感じもすごいいいしねはいじゃあ撮影したものをご覧いただきましょうか「沼沼沼」沼沼 ま,あまずはねやっぱりこう低コントトラスななのが気になりますよね私購入したのは曇り玉多少曇ってるぞという感じのものですけどもねまあコントラストが低いですよねこの辺がズマロンだなという感じがしますでしょうかねであのハイコントラストモノクロという設定にしてもですねいいですかハイコントラストモノクロですよ 全然ハイコントトラストにならならいんですよねまあ曇り空だったというのも関係してるとは思いますけどもねまあコントラストが低いなという印象ですね、まあ、だから味わい深いというのがありますけども、えー、しっかりと条件さえ見極めればちゃんと映るかなと、まあ、だから本当条件次第なんですね条件次第でハイコントラストになったりならなかったりと。 いう感じでではありますねで開放 F 値3.5ですがえ明るいレンズではないんですが夜スナップしてみましたなかなかね使いやすいなといいいう気がしますねいいんですよやっぱ夜,夜スナップしてもね全然問題がないなと思ったのはですね、えー、これ AI ノイズ除去ができますよね今ね。はい おい,おいずいぶん生まれ変わるなと思いますね <laughs> だいぶ変わりますよねこれってねっ、まあ、だから夜でも臆さず使えるかなと思いましたあとはねあのノールックで使ってみましたメガネ付きレンズを買ってノールックで使うっていうあんまり <laughs> 意味がよく分かんないことをしてますけどもねメガネ付きレンズだから見なきゃいけないんだけどもね <laughs> ノールックで えー、バチャバチャっと街を歩きながらスナップしてみましたけどまあやっぱりね僕はね3 5ミリがノールックにはすごく肌が合うなあという感じがします以前はね2 8ミリの方がいいんじゃないかなと思ってたけどまあもっと突っ込んで 35mm でも全然いやむしろそっちの方が合うなあという気がねここ23年ぐらいしてました。で えー、最短撮影距離が 0.7m ということでね 0.7m 寄った感じはこんなくらいには寄れますはいまあ寄れるというかね椿の花椿サザンカなのかなこれあんまり大きくは映らないよねうんこれも難点のみだけどもねいっぱいいっぱいによってこんな感じですねまあ現代のレンズから見ればねそんなに寄れるわけではないと。 はいでいっぱいいっぱいに寄った感じでこれが解放で撮影したものですねまあそこそこボケるので背景がボケるので F8 に絞るとこんな感じですねはいご参考まであと工場なんですけどもまあ綺麗な10本ですね10枚バネ といううことなんでしょうけども、えー、ものすごく綺麗な工場を出してくるなという感じがしましたねそういう意味もあって夜使いたいいたかなという気もしま,すまああとはですねちょっと太陽が入るとこれ左下の部分に強烈なゴーストが出ておりますけどもねまあこういったところもまあある,あるっちゃあるよなってでもそれも味わいかなという気がしております。はいということでね、えー、こちら。 こういう感じで日々撮影しております。え、もう今、最もお気に入りのかっこよさ、見た目だけで言えば、最もお気に入りのレンズかな <laughs> という感じでございますね。えー、ズマロン三半のメガネ付きを購入したお話でした。<ー>さあ、ここからはちょっと重要なお知らせになりますけども。 以前ズミルックスの 50mm の4代目それからライカ SL の標準ズーム 2490mm この2本のレンズを売却して購入資金を作るぞとある大物を買うぞと言っておりました何を買うかっていうのは伏せておりましたけどもねお楽しみにっていう感じになっておりましたけどもね 何を買ったかがですね、このカメラホリックボリューム10ムックですよ、カメラムックですけどもね、ホビージャパン社から出ております。こちらの方に、私、連載を持っております。コラムを毎回書かせていただいておりますけども、カメラホリックボリューム10の方に何を買ったかっていうことと、事のいきさつ。 みたいなものを書いておりますなのでこの「カメラホリック10、えーク Vol.10」を購読されてる方はもうすでにご存知かなとは思いますけどもね。レビューまでは文字数が足りなくてできませんでした。<laughs> ということで、えー、近々近日中に何を買ったかっていうのはね 動画をやりたいなと。その上で、そのレンズのレビューをしたいな。あ、レンズって言っちゃった。カメラじゃありません。レンズです。レンズのレビューをしたいなと思っております。素晴らしいレンズです。ズミロックス 50mm を売りました。ズミロックス 50mm の4代目。 ほぼ最新のレンズに近いものですけどもね、これを売ってまで買い替えて、それでなおかつ素晴らしい。何なんでしょうかご期待ください。近日中に、近日中と言っても向こう2週間ぐらいの間に、えー、公開したいなと思っております。それでは。